作の服、すっごくかわいいな。似合うかな。あ、こっちは新しい靴が入荷してる。そっちのお店はかわいいアクセサリーがいっぱい。あー、もうどこから見ようかな。目移りしちゃうな。これ、お買い物ですか？私もなんですよ。よかったら買い物に付き合ってもらえませんか？アドバイスもらえたら嬉しいなって思ったんですけど。本当ですか？ありがとうございます。そういえば、こないだ千里ちゃんの舞台稽古を見に行ってきたんです。すごい厳しい稽古だったんですけど、千里ちゃんは黙々とやっていました。本当は大きな声で応援したかったんですけど、そういう雰囲気じゃなかったので、心の中でエールを送っていたんです。伝わるかわからないけれど、千里ちゃんに届いたらいいなって思って。千里ちゃんに言ったら怒られそうなんですけど、稽古を見て一つ思ったことがあって、目の前のことに全力で取り組む姿が自分を見てるみたいで、何度ダメ出しされても諦めないで頑張る姿が、周りの人から見た私もあんな感じだったのかなって。あ、これ千里ちゃんには内緒にしていてくださいね。あんなに頑張る千里ちゃんの姿を見たのは初めてだったから、余計に応援したくなっちゃいました。千里ちゃんがあれだけ頑張っているなら、私はもっともっともっと頑張って輝けるようにならないといけないですよね。そんな私たちの姿をファンの皆さんにお届けできたらなって、そう思ってます。そんな姿を見せられるように頑張ります。応援していてくださいね。